イハナシの魔女 それくらいにしてあげてください。 その人、実はうちのお客様なんですよ。 明かりに免じて通してあげていただけませんか？ さあ、西目さん、こちらへ。
東京ドーム82個分しかありませんからね。あれは、そうですね。ええ。警察っぽいことをする人たちなんですが、昨日置き引きが発生してピリピリしているんです。この島は観光客も来ませんしね。顔を知らない人がいたら、よからぬも、にしめさんは顔が売れてませんから、気をつけてください。何でしょう？明かりの美しさの秘密ですか？え？まさか、まさか、お忘れなのですか？そうですよ。私は赤積み明かり。どうです？あまりの愛らしさにシナプスが刺激されたでしょう？うん、教えません。そういうのはダメです。あかりの父はにしめさんの祖父と親しくしていたと聞いています。にしめさんとはその縁です。到着しましたよ。いえいえ、あかりはにしめさんから心づけをいただければ、それで日本円と言ってもいいでしょう。にしめさん、感謝の気持ちは金額で表現できるんですよ。美少女お散歩プランの対価としてはいまいちですが、にしめさん、野口秀世で手を打ちましょう。ではでは。Thank you.
そこで何してんの？